ソフトバンク、高橋純平、引退。マジか、どこからもオファーなかったんかね。成績良かったのに。トライアウトひどかっただろ。トライアウトでデッドボール当ててもとチームメイト離脱させてるようじゃそら取らんよ。高橋不純だししゃあない。ソフトバンクの戦力外は宝の山。とは何だったのか。でも拾われてる数は多い気がする。数が多いだけかもしれんけど。憲法制限あるやつで他球団から話があったやつを優先的に戦力外にしたって感じする。上林なんて複数球団からのオファーあったみたいだし。ソフバンは再雇用してやるんか？中日さん、まだ間に合います。2019年だけだったな。その後怪我して終わってしまった。一時話題になった不純平が事実なら残念やな。顔もいいしスターになれる素質はあった。そこが自分に返ってきた典型やん。日ハムの自称監督が言ってたけど女に走る奴は大抵せんな。一軍定着前に遊ぶ奴の気持ちわからんわ。甲子園のスターはなかなか大抵せんな。近年だけやとまともに成長したの清宮浅野だけやな。浅野はまだ早い。清宮も期待値から言ったら微妙。不倫、三股、中絶、飲酒運転疑い、どこも取らねえよ。成績なんて関係ないね。反省してセカンドキャリア頑張って。ひどい言われようやなぁ、と思って調べたら納得した。ガチやった。プライベートで気球で骨折して工藤に怒られてたよな。案の定骨折の影響で脳梗塞悪化して終わった。同じくドライチ、怪我でなかなか活躍できなかったけど、全く悪い噂がなかった現日ハム田中正義との差よ。結局問題児すぎるとどこも拾わないんだよな。プロ野球選手の嫁に手を出すのはさすがにご法度やったんやろな。素行の矯正は難しい。ダルビッシュにみたいに超一流のアスリートに変貌する人間は稀なんやなって。素行に問題なければ、まだやれたろうに。つかダルはよくあの素行からストイックな一流アスリートへと成長できたよな。先輩たちが結構こまめに注意してたって話は聞いたけど。